古事記伝最高本、古事記伝は、江戸時代の国学者、元織範長の古事記前編にわたる全44巻の注釈書である。記伝と略される。1764年に寄港し1798年に脱稿した。半本としての観光は1790年から、範長没後の1822年にかけてである。医学の修行のために上落していた森長は、 1756年27歳の時に店頭で仙台球児本義と共に古事記の巻を購入した。この頃、則リは日本書記を読んでおり、鴨のノマブチの論考に出会って日本の古道を学び始める。則長が本格的に古事記研究に進むことを決意したのは、1763年の失縮するマブチと松坂の人よで、 初めて直接教えを受けた頃である。その翌年、1764年から古事記伝を起筆し、マニー玉かつまや、宇比山文などの執筆も挟んで1798年まで35年かけて成立した。古事記伝は古事記の当時の写本を相互に競合し、書写本の移動を厳密に肯定した上で本文を構築する。 文献学的手法により執筆されている。さらに、個々の訓を付し、その後に詳細な注釈を加えるという構成になっている。紀伝全44巻のうち、剣一は、自家比例を含む総論となっており、巻二では、序文の注釈や新豆腐、巻三から巻四十四までは、本文の注釈に分かれている。のりの、古事記伝は、金世における、 古事記研究の頂点を成し、近代的な意味での実証主義的かつ文献学的な研究として評価されている。国語学上の定説となっている上大特殊化名遣いも、ノリナガによって発見されたと評価されている。ノリナガは古事記の注釈をする中で古代人の生き方や考え方の中に連綿と流れる一貫した精神性、すなわち道の存在に気づき、この 道を指し示すことにより、日本の神よを尊ぶ国学として確立させた。ノリナガ研究の第一人者、村岡つねつは1911年に上司した、元折ノリナガの中で次のように述べている。古道とは何ぞ。そうは、天地万国を通じて、ただ一筋なる、誠の道で、我が国にのみ正しく伝発で、外国にはすでに、その伝来を失っている。 道とい太いけども、祖は、人間が、キュ作為の結果になった、道理道徳の類いでなく、ただこれ、我が国の古典に伝えられた、人類の事実である。万国に勝ったお国にのみ伝は伝いにしへのことづてへ、これやがて古道の根拠である。しかして子は、古事記、日本記の二書、ことに古事記に正しくつてはつた。日本記に比して、古事記の思んずべきりは、祖が、 個々の純粋をもって、言い伝えをさながらに記しているからである。思考して、彼が書く考えたのは、すでに注意したごとく、一方に、彼が語学上古例説のこれをに減るものがあったので、すなわち、彼が、猿難者の言い伝えの、真そべからざるを言ったのに答えた分に、言い伝えと文字伝えと、書く特質があって、必ずしも言い伝えが、文字伝えに比して、ご多い理由はない。 ことに、文字なき世は、文字なき世の心なるゆえに、言い伝えとても、文字ある世の言い伝えとは大いに意にして、浮きたることさらになし。と、なし、ことに、広告は、言霊のタスクルクに、言霊のサチは、不国と、古語にも言いて、実に、言語の対なること、万国に優れたる親。と言い、さらに進んで、そもそも、いとこととこととは、回想書を減るものにして、植えついは、 今もこともことも植えつとなした思想に由来しているので、ある。に、弟子の長瀬正樹が、古事記伝の本文と訓のみを一部訂正して、出版したテキストである。古事記伝は、単に、古事記一作の注釈書としてのみならず、後の古代文学研究、あるいは古代史研究にも極めて大きな影響を、及ぼしており、21世紀にあっても、古事記及び、 古代文化研究の基本書としての地位を保ち続けている。今日の古事記注釈書は基本的には、のりナの採用した読み、解釈にその後の研究による訂正を加えたものが主流となっていると言っても過言ではない。一方で、そうした先長流の注釈、解釈に異論を唱える立場からも様々な批判がなされている。山体国論争に関しては、 のりは、尊王上位の立場に立っていた、三国支援儀に基づき、義師は人伝を解釈して、卑弥呼助手説、九州耶馬大国説を提唱したことから、新井白石と共にその後の耶馬大国論争の、火種とされる。古事記伝の大事は、のりを召し抱えた奇襲藩十代、藩主、徳川治宝から,から歌手されたものである。ありがとうございます。